Sì. なんてことだ。状況は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロストクへ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ外門を目指す。了解。リヴァイ、お前の班は最後尾について巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。追ってくる巨人はあらかた片付いた。エルヴィンはそろそろ壁につく頃だ。急がねえと。おい、何を止まってる、クソメガネ。リヴァイ、崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台で瓦礫を吹っ飛ばしてくれる？頼んだよ。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが町の様子が気にかかる。うまくいかねえようだ。先を急ぐか。ありがとう。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。助かってよリヴァイ。あとは私の班に任せて先に行っていいよ。ヘマするなよ。私も行きます。ヘマするなよ。私も行きます。縁談、苦戦してやがるのか。助かった。まとめて相手してくれ。この調子で。やる。早く仲間
様と合流して町へ戻らなければ。だったら口を動かしてない。ついてこい、オルオ。苦戦してるみてえだな。行かねえと。おとなしくしろ。先を急いでるのに邪魔するなら死ね。しやがれ。流れてやがるのか。見て、仲間が少ねえようだ。崖崩れと巨人の襲撃で味方はチリチリだ。手を貸せ。やる。エルビンは先に行ったのか。先頭にいたはずだ。おそらくそうだろう。そこの砲台で瓦礫を爆破して進もう。先に行け。俺は試算した兵を収集する。まとめて相手してやる。エヴァイ、来たか。俺の敵じゃない。行く。戦力を集めてきた。先を急ぐぞ。そうか。ご苦労だ。このままトロストクの壁門まで強行するぞ。行く。俺の敵じゃ。ありがとうございます。まとめて相手して手出しするなよ。了解です。されてる。急ぐぞ。総員突撃。邪魔だ。トロストク壁門へ急げ。急いで中へ。ち、何が起こってやがる。一体向かってきます。面白い面しやがって。お前ら腹を